私にへばりついてる男を降りてこい。大体俺の踊りをタダで見ようなどとは不手入だ。嫌ですね。気が違ったんじゃありません。誰も嫌しませんよ。こら、降りてこい。いやお見事な踊り拝見いたしますと、なぜ堂々と見物せえ。じゃあコウモリみたいにあんなところにへばりつきやがって。おい、なんとか言え。たまったらとぶった切るぞ。おい、うんとかすんとか言え。すん。お、こいつなめやがって。よし、ぶった切れ。お、いい声だ。ガラ小さいがなかなかやるな。あったいけに褒めるとすぐ調子に乗りゃ。おめえのは防ぎ一方で相手を倒す亀じゃねえ。隙があったら逃げることばかり考えてや。それが盗人の亀ってんだ。おい、振り袖小僧、どうする気だ。ほら、意気込んできたぞ。やけくそで合い口を抜いてくるか。くるか。だな、拙者だ。腕が違いすぎはさ。お前案外正直だな。こいつだけが取り柄なんで。お察しの通り、あっしは振り袖小僧でござんす。おかしいな。おめえみてえなチンピラが今江戸中を騒がせる強盗しておるしと。チンピラはひでや。けどどんな目が高え、あれは偽物ですぜ。この振り袖小僧の本物は義賊ですからね。人を殺すなんてことはこっから先もしませんよ。バカ、義賊は盗人じゃねえとでも思っちゃうのか。ちゅ、それを言われちゃおきや。ちくしょう、今夜こそ偽物の正体を暴いてやると思った。運がねえや。ひょっとこの旦那、さ、やっとくんなせ。気の早い野郎だ。誰がおめえを縛ると言った。え、俺は役人じゃねえよ。それじゃ旦那、足を見逃してくださるんでありがとうございます。あ、よしよし、おめえの面覚えてちゃ。もしどっかだった時に具合あるよ。それよりおめえ、この囲みをどうして抜ける。今夜だいぶ厳しいぜ。じゃあ、並ちゃん、蛇でさ、逃げるのはこっちに任しておいてみなさい。それじゃ旦那、ごめんなすって。断りなく入ると無礼だぞ。見りゃ分かるでしょう。まさか十手取り縄を持って押し込み強盗を働く者もありますまい。だ、それは分からんな。なんだと。あんまり人を小馬鹿にするといくらお侍様だって容赦しねえぞ。どべ、そう威張るなよ。え、これは偉い剣幕だな。いや、悪いご冗談で ご無礼つかまってみろ。